こんにちは、ひかりです。1000人以上登録者がいるけど伸び悩んでいる YouTuber です。はい、今ね、ちょうど動画集客チャンネルみたいなね、チャンネルがあって、その酒井さんって方がやられているチャンネルがあったんですけど、それね、以前から知っていたんだけど、久しぶりにね、なんか真剣にちゃんと見ました。うん、 YouTuber として伸びるためにはみたいな感じの動画をね、真剣に見ました。何本も何本も。で、過去動画の中に一つあったのが、やっぱり登録者1000人は超えたんだけど、1000人の壁は突破したんだけど、それ以上にね、なかなかいけてないというか、伸び悩んでる YouTuber、まさに僕です。1000人超えてからね、すごいなだらかに、うん。元気なおじいはね、まあ1ヶ月で1000人ぐらい登録者伸びてるじゃないですか。僕は100人ぐらいです。110何人とか120人とか、よくて120人ぐらいしか月に伸びてないんです。っていうと、1年ぐらいかかるんですよ、また1000人ね、増えるには。いや、まずいなと。うん。そしてね、やっぱね、1000人を超えて、伸び悩んでる YouTuber がやることは、やっぱり、自分の動画の質を上げるっていうのがね、まず一番最初に言われていましたね。うん。そう思って今回は、いつもはスマートフォンの iPhone 6 Plus、僕使ってるんですけど、それでね、録画してるんですよ。普段、スマホとして使ってるカメラっていうか、スマホとして使っている、スマホね。うん。それをね、カメラ代わりにして使ってるんですよね。うん。だからやっぱ画質面ではね、ちょっとね、悪かったのかなと。あとは編集とかでもちょっと画質を落とすんですよね。動画の扱いが軽くなるように、転送したりとかアップするのが軽くなるように、720p だっけ？にしてたんだけど、まあ、画質はいいとしても、やっぱ、画質か。スマホで撮るよりもね、今ね、ミラーレス一眼の NX5R。これ僕がね、昔からずっとね、使ってるやつなんだけど、YouTube 始めてすぐぐらいから。これでね、今回はね、雑談を一本撮ってみようと思いました。まあちょっとね、熱暴走があったりとか、あと基本僕スマホで編集するので、パソコンはスペックが低くてね、編集してるとね、途中でデータが消えちゃうんだよね、バグって。今回はね、ちょっと、編集はどうせ最近してないから、うん。これで撮って、そのままアップしてみようと思います。NX5R でね。まあ、ここからね、SD カードから iPhone に移す機会もあるんだけど、一手間だしね。そうするとね、今日のね、昼の雑談で言ったような、1日30本投稿みたいな、多投稿はできなくなるんですよね。多投稿って言っても、垂れ流しみたいな意味わかんない動画とかじゃなくて、ちゃんとね、勝負に出てる動画を30本出さなきゃいけないんですよね。うん。そのためにはやっぱ、これはちょっと編集しないで上げてみるんですけど、とにかくね、この動画、どんだけ見やすかったかね。皆さん、てかね、僕の動画にね、どんどん意見をください。うん。ほんとね、ありがたいです。はい。本当はね、酒井さんも言われていたんですけど、リアルであってね、オフ会みたいな形であって、意見を聞く場があればいいって言ってたんですけど、なかなかね、そうもいかないっていうか、会うのはね、うん、皆さんもね、めんどくさいだろうし、もうちょっと大きくなってからね、ちゃんとしたイベントをやる方がね、いいかなとも思いますし、うん、だからね、こういうコメント欄とかでね、どんどんアドバイスいただきたいと思います。Twitter や Instagram もやってるんでね、そっちからね、なんかお話していただいてもね、返せる分は返したいと思います。はい。ということで、まずね、1000人以上で伸び悩んでる僕としては、まず一つ目、カメラを変えてみました。一応ね、この NX5R はね、手元撮影にはあまり向かなかったり、まあいろいろね、スマホの方がいい部分とか悪い部分とかいろいろあるじゃん。このカメラの方がいい部分もあるし、画質っていうか、映像の感じはこれの方がいいのかなって気はします。はい。なので、とにかくね、まあ、使い分けはするけど、できる限りね、やっぱ画質とかもね、やっぱ大事なんだなと。僕はあんま気にしてなかったんだけど、やっぱそこも気にするべきなのかなと思ってね、まず一つ画質を気にしたいと思い、今回は NX5R で、雑談を撮ってみたいと思いました。はい。ということでね、この動画はね、以上です。はい。ちょっと短めにしてみます。これね、15分以上撮るとそもそもね、熱暴走しちゃうんでね。はい。ということで、この動画良かったなと思った方は、ぜひ、グッドボタンやね、チャンネル登録まだの方は、登録もお願いいたします。はい。そんな感じで、このまま切って終わりです。この感じのカメラだとね。はい。それではまた、バイバイ。